音声配信を4小言で考えるの、その3。で、このその3まではライブとオンデマンドを横軸に取ったあ形ですね。ライブとオンデマンドという軸で、えー、少し見ていくと。で、1回目のところでミニマム編集、マキシマム編集。実は音声配信を分類するときにはこうライブオンデマンドということと、もう一つは編集ですね。 エディティングをミニマル、ミニマムでやるのか、マキシマムでやるのか、ここに大きな、やっぱり分類の軸を置いた方がいいだろうと、まず第一にね、いうふうに私は思っているということなんですが、その上で二つ目のエピソードでは、音声と文字ですね。というのも、えー、音声配信の4証言を考えるんですけれども、今をその音声配信に文字が、 文字起こしがくっついてくる。AI が進化したことで文字起こしがくっついてくるって時代に入ってきたので、そうすると単純に音声だけじゃなくて文字付きの音声なのかどうかということが一個問題になってきたわけですね。で、そういう意味で少しライブとオンデマンドを音声と文字という二つの領域にね、膨らませて、えー、4象限で考えてみると実は 音声ライブから声日記に移行することはあっても、ポッドキャストには行かないんじゃないか。そしてブログからポッドキャストにも行かないけれども、声日記に行く可能性はあるんじゃないかなんて話をね、まあしてきたわけですが、これ3つ目です。で、とりあえずこれでひとまとまりになるんですが、まあこの先まだなんか思いついたら、あのやりますけれども、とりあえず音声配信に関してはこの3つの分類で、もう1つが、 速報性と気泡性。これ実は編集をミニマムでやるのかマキシマムでやるのかっていうこととも実は関連はしてるんですけども、ミニマムでやれば当然速報性は高まる。マキシマム編集すれば速報性は遅くなると。ま、徹夜してやれば別ですけども、あの、大変なハードワークになってしまうわけですよね。で、それで、この速報性と気泡性ということで見ていくと、 で、音声以外も含めて、えー、SNS の世界で、えー、少し気になるものを4証言に位置づけてみると、まず、Twitter ですね。